夕べ、広島、福山立ちまして、北陸自動車道、サービスエリアで仮眠をして、今8時、ベッド出会いからスタートします。あいにくの空模様ですが、まだ今のところ降ってません。スタート時点では降ってません。午後からちょっと悪くなるということでちょっと先を急ぎたいですが、どうなることやら。本日の係はアシーズ、広島店恵比寿田と福山店有働が、担当します。はい、いよいよ、登山開始です。新しくなった釣り場所を渡ります。はい、中販売到着しました。かなり質が高いですね。はい、中販売で小休止の1、9時10分またスタートします。山道に入ってきます。いよいよ、雨が降ってきたんで、カッパを皆さんつけてもらってます。結構蒸し暑いんで悩むところですね。11時10分ですが、神之助小屋へ、避難小屋着きました。雨は結構ひどく降ってます。ガスも立ち込めてます。避難小屋の中はもういっぱいですね。今休憩する人たちで、2100あたりでこういう風に残雪が出てきます。雪解けのところには、これは少女バカマですね。結構雪解けとともに、出ています。その奥の方ちょっとこれ、分かりにくいんですが、衣笠荘、それから三花窯、この辺りが、雪の間に見受けられます。はい、衣笠荘が、たくさん咲いてます。山金峠さんと登山道、上がってきます。雨は止んでますね。ガスは濃いですけど、延命数いただいて、皆さん元気になっていると思います。小林荘が、先かけています。ソフトクリームみたいですよね。いつもこれ見るたびにそう思います。だいぶ、風が出てきました。まあ、シーズンになると、今の時間大勢の人で賑わうところです。はい、13時黒っぽい祝い、到着しました。ゆっくり花を見ながら上がってきた。ちょうど雨も上がって、まあ濃いガスですけど気持ちいい風が吹いてます。天気が良かったらこう色に見だろうね。はい、ビラガハラ木道ですね。そう、天気が良かったらちょっと開けてますけどね。
先ほど13時40分、到着したところです。まあ、ここのビジターセンター非常に大きいな。真っ白ですね、外はね。皆さん、無事に着いてます。